さん、どうもママドルです。まあおばあちゃんドルになってもうどうですか？だからババドルっていうのもなんかちょっとあれまだ響きがどうだろうみたいな。今日はクイズでございます。はい、はい、高タンパク低脂肪な食材で知られている鶏肉、はい、日本人が食べ始めるようになったのはいつ頃か姉さん知ってますか？鶏は昔からこう、うん、卵を産んだりこうなんか庭にいてね、縄文時代とかのなんかこの本で、うん、弥生時代とかでもコッ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 ているイメージなんで、どうだろう、逆にでも鶏は神様みたいで最近昭和私何気に答えを言ってしまいました。え、なんて弥生時代なんです。諸説ありますがね、一説によると、はい、鶏はもともと日本にいた鳥ではなく、はい、弥生時代の初め頃東南アジアから中国、はい、朝鮮半島を経て、うん、来たものだと言われてるんです。なるほどね。で、江戸時代になると全国に広まってきたんですけど、はい、戦前までの長い間は鶏肉はなんと牛肉よりも高級な食材だったんです。ほう、昭和初期の大学卒の初任給が25円の頃、うん、シャモ鍋1人前がなんと3円もしたんだそうです、うん、はい、なるほど。シャモ鍋って言えばほら今私思い出した坂本龍馬がねこうシャモ鍋食べが好きでっていう話今思い出したけど、やっぱあの頃は高級だったんだ。なんか特別な人しか食べれない、うんうん、いいお肉だったっていうことなんだ。今じゃねやっぱり牛豚鶏みたいなランクになってるけど、イメージではね、うんうんうん、なるほどね。今日はじゃあ鶏肉を使ったお料理ですか？はい、皆さんもぜひ。はい、はい、うん、今日は龍馬になった気分でちょっと。この番組は皆さんに幸せのレシピを紹介するお料理番組です。ごちそうライフ3ということで、タレントで、はい、おもてなしマスターの城崎仁さんです。はい、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、さあ今日は鶏肉、鶏肉いきましょうよ、はい、あのですね、最近結構ね、はい、流行ってて、お、何ですか？皆さんでもね、結構やるのね、それいっぱい作んなきゃダメなんじゃないっていうのをね、うん、簡単にお手軽にフライパン1個でやっちゃおうかな。まあ、革命的チーズダッカルビ。チーズダッカルビね、ダッカルビ、ダッカルビ、鶏肉のね、はい、あの辛いお野菜と和えて韓国料理ですよね。あれも今ほらインスタ映えというやつで、はい、チーズにつけながら食べるお店が増えている。なるほど、はいね、大久保あたりにね、ありますあります、そういうことなんね。そして私たちは、はい、これでございますよ。なんでございましょう。じゃがじゃん、こちら大根おろしときのこの味噌汁、はい、ま、大根おろし、おろし、大根の味噌汁じゃなくて大根おろしなんです。何それ、おいしそう。おろし煮とかいろいろ鍋とかあるけど、今日はいよいよ味噌汁食べれるんだ。初めてでございます、はいはい、あ、ドッキン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 、ケチャップ愛がドッキン、残念、まな板おいカメラマン一番笑うな、お前一番笑いました、ここにやろう。そう思ってたんでしょうね、くそということで参りましょう、はい、それでいきます、せーの、レッツゲットクッキング。テンション上がってきました。さあお姉さまたちは、じゃあ一人が、はい、大根おろしを作るので、しっかりあの周りのですね皮厚めに剥いて、はい、あの厚めに筋面を、ね、筋が苦いところ、はい、わかりました。お姉さんはね、これをやってほしいの。今日はね、舞茸とえのきなんだけど、うん、もう細かいみじん切り、細かくね、みじん切りまた大根おろしでさえびっくりなんだけど、細かく切っちゃうの。そう、切って切って切って、じゃあさせていただきます。これを細かく切っちゃうの、はい、僕はね、あのダッカルビ用のお野菜、今日はキャベツと玉ねぎとあとはエリンギを入れてみようかなと。ほう、まあ、余ってる野菜でも何でもいいんですけど、ね、何でもいいんだ、冷蔵庫のお掃除にもなるんじゃない、うん、そしたらね、余ったお野菜が使えるって。でキャベツ結構多めの方がね、食べててあのキャベツの水分が出て、はい、あのね、野菜の旨味入って美味しいですね。なるほどね、まあ、大根もいにいし、キャベツもいにいし、キャベツもいにいし、ね、いいじゃない。今日はなんか内臓に優しい感じ、胃袋に行きましょう、やりましょうやりましょう、大根おろしでさえ本当にびっくりだね。こんなみじん切りでいいの、うん、あ、いいいい、すごく素敵です、すごく素敵、完璧完璧完璧よ、完璧みじん切り、こっちも美味しそうか、
は具の姿がない味噌汁なのかな、どうなるんだ、ちょっと楽しみだな本当、ね、洋風な感じね、洋風っていうかポタージュ、うん、なんだろう、なんでそんな風にみじん切りにしなきゃいけないか、だってキノコの存在が なんかほらいなくなっちゃうよこれ、えのきって分かんなくなっちゃったほら、あいい感じね、いい感じです、いい感じにみじん切りで、でキャベツはもう普通にスライスします。さあみじん切りの、初めてこのえのきが姿がないよ、それで OK、元は何でしょうってクイズができるわね、本当だよねこれ、なんかほらね味噌汁っていろんなお味噌汁があるんだけど、はい、その味噌汁自体の飲んだ時のこう食感みたいなもの変えれたらいいかなと思ってね、いやこれはちょっと新しい初めてのパターンなんで、これえのきかどうか分かんないですよ本当、パッと見綺麗綺麗、ちょっと姿がいるぐらい、でこれも舞茸のみじん切り、今日はなんか不思議、キノコはでもいっぱい今日食べれますね、今日食べれますよ、ね、そっちもエリンギがね、うん、だってエリンギいます、入ってますね、はい、そしたら次は、ね、これメインのやっぱダッカルビですからね、鶏肉ですから、鶏肉のカルビ、うね、どういう意味ダッカルビって、鶏です、鶏ダッカルビ、どこなんかね、なんか 強さを感じるよね、そう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 、ダッカルビ、うちの姉はね、はい、昔からジャッカルって言われてたね、なんかあの野生の王国みたいなんだけど、なんかとても獰猛なねあの生き物でね、今日ね鶏肉はちょっとそうだな、お子様用の唐揚げぐらいの大きさかな、はい、これぐらいの一口サイズで、うん、一口サイズ、はい、お子様の一口サイズですね、これぐらいでいいよね、了解、今日二人分ですから、了解、ね、まあ二人で晩酌するにはいい、いい、いやまあおかずにもなりますしね、十分、そうでしょ、そう炊きたてご飯とアイスソースの辛さが、じゃあもう僕先ポイントやっちゃいます、お願いします、そうですね、早く味付けするようにですね、今日はフリーザーパック使うんですが、便利だよね、そうここにお肉をまず入れたら、はい、ここでねちょっと今日はね味を締めるのにここにお塩を少々入れますね、下味で、うん、お塩をねここでちょっと入れて、はい、ポイントはこの後にコチュジャンとか絡めるんだけど、その前に一回ここで、うん、白崎さんのレシピは、うん、結構このパックものが、ね、そうこれで仕込んどくと、それこそ明日来客があるって言ったら、もう仕込んで冷蔵庫入れておくとより味入る、そのままね、もう焼くだけ便利だから、うん、お皿とか移してるけど ねだから今日は2人用ですけど、はい、これこそ5人6人でパーティーやるって言ったら、その分入れて、うん、ホットプレートでやれば、なるほどね、便利だよね、これで なじますで、もっと置いてもいいんですが、今日はね、ここに調味料を全部入れちゃおうと、マジですか、マジマジ、もう簡単、これ、私これぐらいでいいですかね、もう十分、これ、舞茸のみじん切りって、また姿わかんなくなっちゃった、これコチュジャンが、コチュジャン入りました、コチュジャンが入りました、すごいな、これいいじゃないですか、絶対体にいいよね、これ、はい、醤油、お醤油、結構お砂糖多めが美味しいね、お砂糖多め、うん、でニンニクで、今日はですね、はい、ちょっとね簡単にやっちゃおうということで、はい、ニンニクも生姜もチューブです、あーもう便利ですね、これ冷蔵庫にありますね、うん、もうこういうのでいい、これあればもう本当料理が変わってきますよ、ちょっと辛めということで、これ、ね、あらースパイシー、うん、さあじゃあ私たちはキノコを切りました、はい、大根もおろしました、はい、鍋にバターを引いて、そう、舞茸とえのきを炒める、なんですって、あ、おみおみダッカルビ、あ、おいしそうな色合い、そんな匂いがしてるし、どっちが火が強いんだっけ、こっちだから逆の方がいいね、うん、よっしゃ、そうしようあ、そっか、バターからね、うん、でバター焦げやすいんで、はい、でお二人の今日はポイントはですね、はい、大根おろしはなるべく最後の方に入れるんで、そうですよね、はい、バターでこのキノコを炒めたその旨味をカツオだしに移すというのがポイントです、なんです、移す、うん、
映す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 映る、ね、映りますせそうなっていうか味噌汁にバターですよ、ね、先に炒めるよそうか俺まだキャベツ切ってなかったわじゃあバター入りました、はい、分量のバター入りましたしゅうさきさんこっち使う大丈夫、うん、大丈夫じゃあここにですねバターが溶けてきましたら焦げないようにあもうザクッとザクッとキャベツこんなの十分 OK、はい、あザク切りでいいんだねそうね、はい、カルビじゃあ置かしといてちょっとおいいじゃあはい、はい、僕ここにごま油敷きます私はみじん切りのちょっとごま油多めたっぷりえのきと舞茸入りました、はい、みじん切りはいさあ弟炒めてはいはいどうぞで僕はここで、はい、お肉入れます。うわで必ずあの合わせ調味料これ全部絞って入れてください。まあそこが好き。これ全部無駄にしないでください。もったいない。きちんとね、そうそうこう小皿から取る調味料も。でね、こういう中に残ったなと思ったら、うん、わざとこっちに野菜入れちゃう。なるほど。移しちゃう。移しちゃう。ちゃんとこのおソースをね、うん、使い切る。私、城崎さんの風だったら映ってもいい。これね、ちょっと弱火がいいかな。はい。弱火で。はい。了解。よし、よし、よし。あ、もうそれぐらいでね。いい？じゃあ、かつおだし。かつおだしを入れて、入りますよ。味を移してください。はい。かつおだしの匂い。はい。まだお味噌汁になるとは考えられないわ。いや、今ね、香りがまだね、本当キノコの香り、ね。バターとね。うん、すごい。で今マックスにしました。はい。煮立つのを待ちましょう。はい、待ちましょう。そう。はい、煮立つのを待ってしまいます。はい。マックスです。もう僕も今日はこんなんで、こんなんで蓋して、簡単でしょ。簡単で美味しい。絶対美味しい。もっと大変なものかと思った。でもね、あの先にお肉焼いてとかじゃなくて、もう同時でいいです。でそうするとねあのお野菜の水分出てきて、うんうん、いい塩梅になりますからなるほどふつふつしてきたら味噌入れるふつふつしてきたらお味噌をちょっと入れ て, いてで大根おろしでも出来上がり、うん、仕上げに大根おろしよりよねすごいもうふつふつしそうよで僕ちょっとこれね弱火で蒸し焼きにしていきます蒸し焼き蒸し焼きですねお野菜の水分であのねこの今香りだけするとこのキノコのすごい香りが立っててあのいわゆるなんか洋風のスープみたい蓋して蒸し焼き、はい、で城崎さんこれさ炒めることによってこういう香りが立ったりなんかポイントなのかしらこのねキノコの旨味を引き出して、ね、それをお出汁に合わせて、うんうん、はい溶いていきまーすいいじゃないですかで僕のこれあの弱火で6分前後蒸し焼きしていくとちょうどいいかなとなるほどちょっとお味見していいですか、うん、お味噌なんでこれ、ね、あもうちょっと味噌いってくるんですねあの大根おろし全部入れますからねはいそうですあそっかじゃあ、うん、もうちょっとこれ分量入れていいかもしれな い, 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 れない大根おろしが入るから測ってあるか ら, るから、うん、もうちょっとじゃあ溶きます普段姉さんはお味噌汁を作るとき味見はしませんねしないんですよ本当目分量でじゃあ毎回味違うでしょうんとねしっかり安定するなんか私は平気でそこに必ず私味噌汁必ず入れちゃうのがごま油をちょろっと入れるとね、はいはいはい、すごいもうね味が整っちゃう、うん、でご飯も進むごま油で、はい、え沖縄の人別にお味噌汁は普通普通です、うん、豆腐とわかめとか、とかありますあります、うん、でも沖縄の食堂にある味噌汁っていうメニューは頼んじゃった気をつけてくださいなんで、はい、じゃあすみませんゴーヤチャンプルと味噌汁くださいって言っちゃうでしょ、はいね、じゃあご飯つけてとかって言って、はい、このゴーヤとご飯と味噌汁のセットが出てきましたはい、はい、次味噌汁が出てきました別の味噌汁っていうメニューがあってこんな丼にもっとでかいかもねポークから豚肉から豆腐から野菜から全部入った味噌汁最後に目玉焼き前に乗ってますからねなんかちゃんぽんがね味噌汁になったみたいなそしてまたご飯がもう一個ついてきますからおおうわ食べきれない絶対だからそれ味噌汁って言うんですか味噌汁っていうあの、はい、メニューなんですよメニューなんですそうすごいつけないとねで沖縄って味噌汁にもすごい具だくさんでそれが一つのおかずになっちゃってるわけもうねうんうんそういうイメージがあるさあじゃあこれ出来上がりました、はい、じゃあそこに最後大根、はい、全部入れて沸騰する寸前で止めるのがこれポイントはい、へー
マジっすか、ね、大根あんまり火通しすぎないんでね。そう、これに塩崎さんに合わせた方がいいのかしら。いやもう先にいいじゃない、先に作っちゃうよ。もうわお、ふっとしてボコってる、うん、ボコボコしてる。じゃあここに入れちゃいます。入ります。おいしそう、うん、それで、ね、大根の形が崩れすぎないようにね、もうねちょっとね一煮立ちの手前。心配だわ。大丈夫大丈夫、多分お姉さんさっき味見したじゃないですか、はい、あれよりこの大根を入れるとちょっと変わりますから、でちょっとねこの大根のアク浮いてきたのを少しだけ取っとくといいかもしれないです。了解です、はい、あでもね美味しそう。本当に具がないんだけどこれ胃とか腸に、胃腸にいいね、優しい、ね、優しい。ということはキノコあんだけ入って、うん、大根おろし、食物繊維がまあ、ありがたい。ふつふつしてきたんでとおろします。はい、OK、はい、これで OK で、僕の方がねこれ今ちょうど半分、3分から4分やれるとこんだけあのお野菜の汁出てくるんで焦げづらくなるんでね、ここでここで味が全部なじむ。ちょっとじゃあそちら、ま、合わせて、はい、ここお休みしときます。はい、うわこれまた使います。ちょっとお待ちください、ね、はい。これあっという間に15分以内できちゃった。はい、どうする。まだお姉さん味見してないね。してない、私はもう本番、あの本番を楽しみにしてる。だからさっき味見したのがどう変わってるかが。来た来た、何が来た来た、まあ、ベスト火の止め方、うまー、マジでよかった。うん、あいいね。さあダッカルちゃんも、ダッカルちゃんいいね。ダッカルちゃんどうやって、いいもの作るね、こしらえるね。最後あの器に盛ったら、はい、貝割れ大根ね、貝割れ大根。でこれがまるやからちょっとね、あの少しなんだろうな、ピリっていう貝割れのアクセントあるとね、また楽しい。どうだこれ、火の強さこんな弱くていいの、中で、ね、もうちょい行くか、中なの、もうちょい行こうよ。そう、焦げやすいね、お姉さんこれ。大丈夫大丈夫大丈夫、ちょっと降ってきたらスッと弱めて自分で決めてるよね。結構白崎レシピなのにね。まあまあいいですよ、スッとやってスッてね。お姉さんその大胆さ好きよ、丁寧にこうまんべんなく美味しく火通してるのにね。お姉さんいいのよ、うん、こう来て、ね、元も子もないことするから。元も子もないんだ、はい、まあ、もう今日はまだ15分ですから、早いですわよ。今まだね、皆さん本当に15分しか経ってないんで、はい、まだお時間ございます。お時間ありますよ。スーパーも特に出来上がっておりますんで、ね、ごゆるりと、はい、ごゆるりと、はい、お化粧直しもできますから皆さんこの時間に、はい、ほら、あ、来た来た来た、ふつふつと、あ、いいじゃないいいじゃない、来た来た、うん、いい感じいい感じあ、いい感じ、ほら、お汁出てきた、ね、そうね、これぐらい火強くてもいいよね。そうね、これぐらいないと、そうね、このジューって音がね、そうそうそう、たまらないよ、この食欲をそそるジューという音がね、まあ、はい、大切なんですよ、お料理へ、この香ばしさと、この番組のね、エゴサーチをしたんですよ、私、はい、すごい、どうですか、半分嬉しいんだけど、半分そうやって見てんのかっていうのを、ちょっと今日スタッフさんも皆さんいるところでちょっと発表していい？いや、はい、お願いします。このね、はい、ごちそうライフをエゴサーチしたのね、はい、そしたら、なんかうちら3人が、異常にテンションが高い回が2回ぐらい続いた時があったらしく、それを毎週見てた人からの感想が、3人の話が盛り上がりすぎててレシピが入ってこない。それがね、それがこのごちそうライフ3の醍醐味だって書いてる人がいて、あ、そうなんだ、俺こんだけレシピ考えてもレシピ入ってこないように見えてんだと思って、それはそれでほら毎週それでも楽しいから見てますってね、嬉しい、ありがとうございます。だから僕はあの皆さんあのエゴサーチしてますから、ごちそうライフ必ずあのつけてね、タグをエゴサーチでちゃんとごちそうライフってつけて、千葉テレビとつけてやってください。僕あのパトロールしてますから、それでこのお二人をどうね絡んでっていいのか、逮捕しちゃうぞっていう気持ちで、あとそう、あのトールさんとお姉さんのね絡み方、皆さんコツあったらぜひ僕エゴサーチしますんで、意見をどしどしあのもう拡散してください。こんなにさ、一生懸命レシピ考えてるのにね、寝ないで。僕のレシピが別に広まんなくてもいい。この番組が今後、迷走しないで、ちゃんと。迷走せん。そう。なんか同じベクトルに向け、ね、向いていくんだったらいいのよ。うん、だってさ、パート1から迷走中よ。6年ぐらい続いて番組がさ、レシピが入ってこないってどういうこと？うちら一生懸命喋ってるのに、うちら料理番組なのよ、ね、そうでしょ、そう、お料理番組なの、そう、レシピが入ってこないんだってうちらが喋ってると特に二人が言われてたけどね、僕今ベールに包んで言ってますけど
2人の話が盛り上がってて、お願い番組をご覧の皆さん、なんかこれね、なんかその人をなんか見てて、あれ今何作ってんだっけってふと思ったらしいよそういうことが書かれてますネットで。番組ホームページのレシピ案内をご覧ください、うん、そうだから結局多分番組見た後にホームページを多分皆さん見てるんですよ。見てるくださって あれ作ってなんだってやっと分かったんだ。あ、やっと分かったんだって。私それを見せられてたんだって。すいません、作ってる本人が言うのもなんですけど、私もね、あの絶対お家帰ったら作ろうとかって思っても、あれ何作ったっけって覚えてないでしょ。思ってない。その日の晩に一緒に飲んだ時でも、今日そうじゃ何作ったっけって。美味しかったよね。あれどうだったっけってね。どういう作り方だったっけっていうノリになっちゃうんで。これ味見しましょう。もうこれ味噌汁こんな大きいのに入れるの？うん、なんか器いいじゃない。いいの？姉さん知ってます？最近。何？白崎さんが器まで自宅から持ってきてくださって。あ、私サイズを。うまい。あ、買いましょうかサイズ。白崎さんありました。白崎さんこれこれこれ。あったあったあった。お姉さんこれこれ。貝殻にした方がいいんじゃないですか、うん、ホタテとかのホタテね、うん、十分隠れる。今ちょっと聞いてよ、ちょっと完成するから、はいはいはい、これ真ん中に行く。チーズどこ、どっちがいい、端がいい、どっち、真ん中、真ん中、真ん中に行く。じゃあこれを、美味しそう。今もほぼね、できたんで、ここで皆さんこれチーズケチらないでね。ケチらないポイントです。ほら、チーズだっかあるじゃん。これで蓋で、美味しそう。蒸して、蒸して完成よ、これ。これでもう、これでもうそのまんま食卓に持っていけば、うん、そう。これ白崎さん、これは大丈夫？それ？それ何？その水？あ、お酒で蒸そうと思ったんだけどいらない。え、あ、そっか。じゃあ、あの蒸したい方はどうぞ。あ、なるほどお酒でね、蒸すやつね。すごい番組でしょ。蒸したい方はお酒で。すごい、見てほら、あの、本当に具がない味噌汁わー、だけど、しっかりと栄養素が詰まってる食物繊維。なんか料亭のようよ。全部入れちゃっていい？どうぞ。もちろんもちろん、2人分ですか、それ。ね、そうか、たっぷり飲むのね。まあ、どうなんしょう。もうこれで完成。一応物撮りのようにちょっと会話で撮っときます。オープン。よし、じゃあ、うわー、ストップ。じゃん、はい、完成。21分19秒でお料理が完成しました、はい、この後試食です。ごちそうの完成です。おいしそう。ということで今日はですね、はい、白崎さんが簡単にチーズダッカルビ作ってくださいました。はい、はい、鶏肉は高タンパク低脂肪な食材で、はい、必須アミノ酸、これバランスがねよく良質で体内で利用しやすいメリットがあるのではないかと言われているわけです、はい、必須アミノ酸。さあ、そして私たちはですね、大根おろしときのこの味噌汁ということで、これ見た目はどこに具が入ってんのっていう感じでびっくりなんですけども、みじん切りにしたポイントとかですね、大根おろしが入ってるっていうところが味噌でございます。そうでございます。はい、それではいただきます。いただきます。本当にあれ具がないねなんて言われそうですけども、具だくさん、すごい。多分ほら一応取れますね、こんだけ。熱いですよ。はい、いただきます。こうやってよろしいかしら、そうやって口をつけて。失礼します。めちゃくちゃ美味しいやった。大根おろし大好きだし、このキノコの旨味は何ですか、ね、ちょっとあんまり炒めてお出汁に移すことで。何これ、すごい美味しい。なんか金沢の豪華旅館で泊まった朝ごはんみたい。嬉、うん、しい。びっくり。じゃあ続いてはダッカルビ。これ熱いですよ。これトールさんもこれ、はい、そこで直でつけてもいいし。いかがか。幸せ。おいしい。噛めば噛むほど鶏肉のこの旨味とチーズが絡まってめっちゃおいしい。なんか美味しい。大久保で食べてるみたい。もしかしてそれより美味しいかも。うん、さっき、ね、さっき お弁当食べたばっかで、お姉さん行くのそれ。すごいね。もうなんか締めだ締め。ね。チゲ鍋の締めみたいな。ちょっとスタッフが若干引いてるけど、ね。
ごちそうライフ3、次回もお楽しみに。